菊亭治向菊亭治向明治38年10月8日は、貴族院公爵議員。11位。東山天皇の団系六世子孫である。安政4年5月6日、関白、高塚佐助博の抜子として生まれる。母は一条高子。おばの三子が、今出川実順の正室であった縁から、源氏元年、今出川家を継ぐ。 菊亭の姓は、菊を愛し数多くの菊を栽培していたため世人に、菊亭右大臣と呼ばれていたことにちなむ。明治2年2月、14人下に進み登場して、昌平校に学び、明治5年、東京に出て、慶応義塾に学ぶ。明治11年3月、開拓誌御用係に任ぜられ、札幌育種場に勤務。ついで農商務省御用係に任ぜられ、 明治17年7月、公尺を授けられる。明治35年6月、12位に上るる。立憲政友会幹事長に就任し、11位。明治38年10月8日病没。去年49。他、三条、ミミ、八塚ス明モと共に、家族組合農場、雨流農場創立にも尽力。現在の札幌市白石区菊水に、 その名が残っている。これは、菊亭の菊という字と,と与平川の水を結びつけたことが由来である。明治20年、おさむきが札幌育史場より当時の上白石村の草園ご長部を3年間の条件で無償対応され、ホップ園を開いたことによる。ホップ園は明治22年には栽培を断念している。県中納言、今出川実順の養子氏。 ジップは、関白、高塚佐助弘。実家の高塚佐家は、実家のタスク生が創生し、広志通りが、養子に迎えられて、後を継いでいた。よって、官員の宮正人し人王の、第四王子で、高塚佐家を継承した、高塚佐助弘の血統は、所長家、特大寺家に糸が継いだ特大寺家と菊手家に、引き継がれることとなった。ありがとうございます。